月20日、松山市二番町の松山市役所で第56回松山祭りベースボールダンスブランテッドムービーが初披露されました。松山祭り実行委員会では小坂大魔王氏が総合監修し、松山発祥の野球拳踊りに斬新なアレンジを加えたベースボールダンスを令和3年8月に制作。今回はその普及と松山の観光地の魅力を国内外に発信するためブランデッドムービーが披露されました。市内の方はもちろんですけども、県外の方も多く見に来られます。で、今コロナの状況でなかなか海外との行き来って難しいですけども、海外の方も来られると思いますので、ベースボールはそれこそ世界共通の言葉ですから、大いにまた世界の方とも盛り上がることができるのではないかなというふうに思います。このブランデッドムービーは SNS やイベントなどさまざまな場所で活用し、国内外に松山の魅力を PR していく予定だということです。